サブリナ・カーペンター、サブリナ・アン・リン・カーペンター、サブリナ・アン・リン・カーペンター、1999年5月11日体は、アメリカ合衆国の女優、歌手、ディズニーチャンネル放送コメディドラマ、ガール・ミーツ・ワールドのマヤ・ハート役で知られる。アメリカ合衆国ペンシルベニア州、リーハイ・バレン出身、ネクスト・マイリー・サイラス・プロジェクトの歌のコンテストで、第3位になる。 二人の姉、シャノン、シャノンとサラ、サラーがいる。サラは、サブリナのバックシンガーを務めている。最初の演技のテレビ出演は2011年、刑事ドラマ。2011年 UBI ソフトから米国で発売されたダンスミュージックテレビゲームでリードダンサーを務めている。2013年フォックスチャンネルで放送されたドラマ、グッドウィン家の遺産相続バトルで、 ベッキー・ニュートン演じる主人公、クロエグッド・ウィンの少女期を演じている。同年ダニエル・ラドクリフ主演ファンタジーホラードラマ映画、ホーンズ容疑者と告白の格で、ジュノー・テンプル演じるメリン役の少女期を演じている。日本では2015年5月に公開されている。歌手活動では、シングル曲スマイルは、ウォルト・ディズニー・レコード2012年10月16日発売の、 サウンドトラックに収録されている。2012年のディズニーチャンネル放送アニメーション、フィニアスト・ファーブで、声の出演。2013年には、ディズニー・ジュニア放送アニメーション、小さなプリンセス・ソフィアで、声の出演を果たす。ここでのサブリナは、ズマリア王国の王女ビビアン役を務め、同サウンドトラック収録曲オール・ユニード、フィーチャリング・ソフィアビビアンで、 ソフィア役のアリエル・ウィンターとデュエットをしている。2014年4月8日、ハリウッドレコードからデビュー EP が発売された。ビルボードチャートトップヒートシーカーズで第16位となる。2013年にはオースティンアリーで歌番組の出場者、ルーシー役として出演。これが自分、フー、アイアムを歌い優勝する少女を演じた。 2013年公開のアニメーション映画、アナと雪の女王からの曲名、雪だるまつくろう、現代をディズニーチャンネルドラマ出演者たちによるカバー曲として発表されている。アメリカ ABC で1993年から2000年まで放送されたボーイ・ミーツ・ワールドの派生ドラマであるガール・ミーツ・ワールドでローワン・ブランチャード演じる 主人公の新友マヤハー役に2013年1月キャスティングされたことが発表される。米国で2014年6月27日放送開始され、日本では2015年1月からディズニーチャンネルで放送されている。同番組の主題歌テイク、オンザワールドはブランチャードとデュエットで歌っている。その後、第2シーズンの制作が発表されている。姉サラは エキストラの生徒として同番組に出演している。米国で2014年8月15日発放送、日本で2015年1月30日発放送のディズニーチャンネルオリジナルムービー、完璧ボーイの主題歌であるシングル曲スタンドアウトがリリース。2014年11月テイラー・スウィフトの楽曲、シェイク・イット・オフ気にしてなんかいられない。シェイク・イット・オフをカバーし、 サム・スミスの楽曲をカバーしている。同年11月27日名シーズサンクス・リビング、デイ・パレードで、フロートに乗り、デビュー EP に収録されている曲ザ、ミドル・オブ・スターティング・オーバーのパフォーマンスを行う。2015年1月、ディズニー・チャンネルオリジナル・ムービー、現代、ファーザー・アドベンチャーズ・イン・ベイビー・シティングで主演することが発表されベビーシッターをするティーン・エイジャーのジェニー。 ジェニーを演じ撮影は同年春に行われ2016年世界各国のディズニーチャンネルで放送される。2014年9月にディズニークルーズラインのクルーズ客船を背景に収録を行ったシングル曲ザ・ミドル・オブ・スターティング・オーバーのビデオが翌年1月公開された。2015年1月13日シングル曲 WE LLBE The Stars がリリースされている。 2月20日にミュージックビデオが公開され姉サラも出演している。同年ディズニー放送アニメーション番組なんだかんだワンダーで声の出演。同年1月ロックバンド U2 のカバー曲をシンガーソングライターのピーター・ホーレンスとデュエットしたミュージックビデオが公開されている。4月14日スタジオアルバムがリリースされるアメリカ合衆国を中心に ベルーシオンツアー2016と題したツアーを行う。主に今までの楽曲と新しいアルバム曲を歌って回っている。7月にホワイオ11月には2人組 DJ、ロスト・キングスとのコラボ曲ファースト・ラブをリリース。また、映画、ザ・ヘイというギブへの出演が決定。一部映画館で2018年10月5日公開、全米公開は同月19日。 3月にジョナス・ブルーとのコラボ曲エイリアンを6月にオール・モスト・ラブをリリース。オール・モスト・ラブはサードアルバムシンギュラー・アクト1からの1曲目。また、コメディドラマソー・クローズ映画ザ・ショート・ヒストリー・オブ・ザ・ロング・ロード主演への出演が決定。11月9日、サードアルバムシンギュラー・アクト1をリリース。12月12日に国内版発売予定。 ガール・ミーツ・ワールドの共演者とプライベートでも仲が良く、主役で親友を演じている、ブランチャートとは、お互いに親友とコメントしている。また、同作で、ファークル役を演じたコーリー・フォーゲルマニストは、以前から交際疑惑があるが、お互いただの親友だとコメントしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。